そう。チョコ食べよ。チョコってうまい食べ物があるの知ってた？例えばあの後結局スタッフさんにチョコもらったわ。チョコもらってないって聞いたのでって言ってくれた。哀れみで。哀れみチョコいただきました。うめえ。うーんま。